時は戦国、地は乱世、誰もが荒み奪い合い倒れゆく世の中にして最も熱く、たくましく、活力に満ちた時代。今無数の英雄たちが意志のままに刃を取り、一つの頂を目指す。選ばれるのはただ一人。 噂の守らず、この私にも見せてくれたまえ。なあ、あれは門外不出の手法にござる。武田が総大将、 真田幸村、虎の魂をもってして城を守らん。強い意志には刃じゃ勝てない。帰るんだね。求めるとしよう。それが私の本質。 掛け軸が欲しいな。骨格でもさらってくるか。 なんと水路が。水攻めよ。下流の敵はひとたまりもなし。
焦ることはない。ただの挨拶だと思う。我が二層を恐れる者は早々に光れよ。分かった。これは正解のない詰め子だ。ああ、風林火山、いずれにて送られるが望みか。刺さってる。さあ、白き靄の向こうに置き忘れたあの記憶。 出撃！武田が騎馬隊！健在なりや！武田騎馬隊だ！ドラの魂だ！見よ、サスケ！我らが軍の力強さを！期待するなよ。あんたにあげられるものなんか今の武田にも俺様にもねえのさ。 悪いけど帰ってくんない？出ないと俺様怒っちゃうかも。はい。よっ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 。自慢は後回しな。行くぞ大将。 空の巣穴にも影は残っていたのです。誰か分身を打ち消す手はないものか。兵の瞳を癒したのはあの光か。なるほどな。何の地中に線あり。今こそ震えよ。何事か異変あらば 最大漏らさず伝えよ。必要ないだろ。忍びが殴り合いに弱いって誰が決めた？刑の音色を響かせたまえ。どうした？疲れが見えておる。幼子の遊びは嫌いではないよ。不思議だがね。 早く代わりの影を見つけろよ。旦那、必ずや立ち上がる。今だけは泣かせてくれ。皆の者、親方様が見ているぞ。 これはこれは、剣に剣に武田が熱き魂は我が胸へと受け継がれた。託し、つなぎ、とどめ、また託すため、この雪村、武田の礎と相ならん。 一騎打ちの腕決して衰えてはおらぬ。さて、兵の依存はまるで底なし沼だな。うかつだった。とてももらいきれる気がしないよ。無料無料。どうした？ サスケが命がけで整えた場、無駄にはせぬ。もはや戦を修練とする日々は過ぎた。許せ武田の者たち、お許しを。 親方様。何を奪い、
何を得ようとも私が満たされることなどない。まあ分かりきっていたことだ。 そうたやすくは見つかるまい。散策と行こうか。 再建中でも小田原の城じゃい。北条鉄壁の栄光を甘く見るでないわ。 城下の傷はまだ癒えとらんというのに。見る影もなきかつての堅牢。いっそ古城としてしまえば趣もまそうものだ。まあ超絶北条家栄光門は完成しとるからの。落とされはしまい。 以前とは比べ物にならん硬さでござる。お前が行け、俺は嫌だよ。私が嫌いかね。気があったな。 そんなことをしても常設門は開かん。 奴の狙い、
奴の動き、常人とは異なるもの。ご先祖様、今そちらへ参りまする。なんじゃ、夢か。偽らぬ善か。あるならば見てみたいものだ。おのれ、祝いかけた城下を荒らすなど。大丈夫じゃ、落ち着くじゃ。無事助かるという期待は今のうちに捨てたまえ。行くぞ、敵軍に報いる一矢となるまで。白きもやの向こうに置き忘れたあの記憶、それも一つの宝だったのかもしれないな。許すまず、城下の蹂躙まかりならぬ。超絶門を開いてどうする。さて、松永様のするところ怖くなりはしない。敵はそれがしか。何、かなわずとまた会える。人の道にしおりを挟むことなどできないのだ。あんた、生き地でもすすって強くなったか。人は炎に惹かれる。俺もまた松永様に。お守りくだされ、ナム八幡大菩薩。あんなの相手に肌立つかよ。いらないな。わしらはまだ本気出してないようだ。主に撤退の。ちょっと手加減してよ。ちりとかせ。さて、虚しい。目をそらさないでくれないか。剣の音色を響かせたまえ。見たか、ここは俺たちの土地だ。見事な布陣だったな。骨が折れたよ。珠玉の調べだ。なぜここに目をつけた。狙ったものは何だ。みんな、こっからが勝負だ。気合い入れるぞ。いらないな。散るはものの、逃げるは民草よ。昨夜、兄が倒れる夢を見たよ。白旗きれいに洗濯しといてよかった。K にとっては無限のか何かかもしれない。私の記憶は長く持たないのだ。あいにくだがね。兵は声よりも大事なものを得たようだな。私の思い込みであればそれはそれでいい。
地蔵をはたくよりは罪深いと思わないが、これが人を殺す手順だ。覚えたかね、諸君。賢者の風魔の動きが鈍って見えるぞい。ああすまないな、まるで聞いてもいなかった。密なる見聞は必要なさそうだな。副作があれば貸してくれ。刑の血を拭いたい。すみません。わしはまた負けるのか。負けの足音が近づいてくるわい。名も知れぬ街道に、名も知れぬ一人の子、彼を満足させるためだ。Kは死んでくれたまえ。もしかしてコロッと負けちまうのか。何が悪い、何がいけない。わしだってな、一度勝ってみたいんじゃ。小田原の城と北条の栄光よ、もう一度話し合け。たとえ何を奪われようと、壊されようと、この桜だけはわしが守り抜く。指示と暮らせ。 K は凡庸だが、同時に剣ともらったな。記憶、地位、もはや過去は必要あるまい。あの目、どこを見据えておられるのか我にも分からない。氏政様、何やらお姿が後ろにやりと。はて、安堵したな。期待などしていなかった。珠玉の調べだ。氏政様、どうか一度ご休憩オーバー。懐かしや、あれは城下の町、民の顔。見事なものだ。何を奪い何を得ようとも、私が満たされることなどない。まあ分かりきっていたことだ。珍しいのみで価値があるとも思えないが、
眠れない。なぜだ。何者かにかき乱される、そんな予感がする。眠れ三成、主の寝息を遮るには忍びない。客の相手は我がしよう。茶菓子もあるぞ。素晴らしいな。諸君は左妻を取りたまえ。見たまえ。よいか、三成が目覚める前に退きよ。知る通り、起き抜けのあれはまず手に負えぬ。はっ、御意にござりまする。なんと、これほどの人軍を揃えているとは。阿内は省くゆえ、好ましき道を進めや進め。さて、見たまえ。見たまえ。やれ、叩き起こされる兵が不憫とは思わぬ。いただくよ。火薬の量が足りないかね。わがままなことだ。主は勝つ上だ。たった今我がそう決めた。はっ、夜の殺生に訪れ人は待ち遠しい。茶と菓子と溢れんばかりの死を注ぐ。
良き戦いであったな。うはっ。Kは初陣かね。よく似合っているよ。回れ、巡れ、不幸の螺旋。小指と小指で、さあ結ぼう。我と主と赤黒き糸。お思えば。こうして胸騒ぐ夜も久々か。月を片手に息を吐くほどつまらぬものもなしよ。Kからは真心をもらおう。それ以上失敗したら怒られるぞ。参った。山椒よりは刺激があるな。つがいが割れたな。中身はこぼれいずったか。三つなりめいてねばな。健やかなものは気に食わぬ。ようありずかと見ればな。飽きぬものよ。主に敬意を表し、最後の試練をくれてやろう。おい三成、徳川の患者がここにあるぞ。なんだと。おのれ家康。上々よ。主の英気に敵もすくんでおる。無数の熱が空に散り、やがて天は明けとなる。日の雨よ、降り注げ。日雨となって、あの日の私を射抜いて殺せ。さもなくば一層私を狂わせろ。秀吉様、あの者を斬滅する許可を私に。秀吉様の聖域を貴様ごときが汚すんじゃない。Kからは絆をもらい、不順を送ろう。どうにも私は感情の数が少ないらしい。貴様の首を得る許可はすでに賜っている。見たまえ、加熱だ。私は秀吉様ほど寛大ではない。諦めろ。赤黒き糸はまだ切れぬ。我の絆もついえはせぬ。邪魔だ行部。そもそもなぜ起きていた。漆黒では身を休めろと告げたはずだ。この状況でそう言われるとは思わない。まあ混ぜよ。今はすこぶる気分が良いのよ。夜に我を訪ねるのも久しくてな。つい冗談だ。そう嫌そうな顔をするな。いや、わからなんだ。こういう結果になろうとは。秀吉様、まあ、ないよりはまだ許可を得ていないのに。何を
何を得ようとも私が満たされることなどない。まあ分かりきっていたことだ。呼び止められた気もするが、気のせいだろが、我が道場にて鍛え直すがよい。早間の鍛錬により己高めんと望む者よ。そんなお主のためにこの道場がある。求めるとしよう。それが私の本質。裂かれ肉体、荒ぶれ魂、今ここに一騎当選の男となれ。なに、俺も修行のうちよ。励め、皆の者。はい。情けは味方、敵は敵じゃぞ、お主。色肌綺麗に洗濯しといてよかった。焦らないな。一歩ずつでよい。現実に進むのじゃ。この世の戦を動かすのは兵の数にあらず、一人の猛者。どこかで見た顔だったか。曖昧だな。修行じゃ。精進が足るまで修行せん。私は…俺式で息は上がらんか。撤退を進めよう。私の手間が省けて助かる。あの子の代まで貴様を。疲れが見えておる。焦る。いらないな。少しはできるようだの。
そいつには田舎でまず恋人や。手を下した覚えもないが、いつ死んだのか。私六方から囲み同時に打ちかかるのだ。敵はそれがしか。何、かなわずともまた会える。見構え。何故強さを求めるか、己に問いかける。宝を持たぬ者に生きる価値などないよ。ここまでは順調じゃ。さて次なる一手は。たまえ。どれ、いらないな。どれ、ようやく道半ば。息をつくには早いとし。やっぱ俺進む道間違ったな。宝も近いな。気のせいでなければ嬉しいがね。えいモサメ、えいハラトタシ。音色を響かせたまえ。親方様は武田が父、行ける戦国なり。主玉の調べだ。見事な武者ぶりよ。我が丸愛、一人で舞うのは退屈だ。剣を来たまえ。どれ、追い込まれてこそ生えるが進化よ。切りとかせ。怒るせい。力となろうぞ。一から修行のやり直しじゃ。よいな。はは。金つだ。名乗ろうかな。バー。はず。見たまえ。金つだ。お主、力が有り余っておるならば、このわしにぶつけてみよ。見たまえ。わしが一暴れするしかない。兵をぶつけるだけ寸前か。よし、締めはわしとの組打ちぞ。わしは戻ってきた。ここに戻ってきたぞ。リン・カ・ザン不死身の虎、わしが武田信玄じゃ。
皆の者、一気加勢じゃ。ふるえおお主のその歪み、死なねば治らぬと見た。自らのみならず、刑はこの世を信じて不信に満ちるべきとも思うが、まあいい。どうにも私は感情の数が少ないらしい。フフフフ、鎧の虎は恐ろしいぞ。もしそれでわしを封じたつもりか。蔑むことをためらうのか、愚の骨頂だ。掛け軸が欲しいな。骨格でもさらってくるか。まだまだ若造には負けられんわい。私が嫌いかね。気があったな。この体、完全に癒えてはおらぬのか。どれ。何を奪い、何を得ようとも、私が満たされることなどない。まあ分かりきっていたことだ。次はこれきりにしておきたまえ。猫を噛むって知ってるか。小生アナグラのネズミと修行をしたんだよ。この城は小生のものだ。ここで月のすべてを取り戻すんだよ。お前さんたち、小生の城を守ってくれよ。合点承知として。運が良けりゃそりゃ勝てるだろうな。任せな。
昨夜、Kが倒れる夢を見たよ。おそらく正夢だ。逃げ惑うだけか。月並みなものだ。あぜに消える蛙となるならば今のうちだよ。セクシャー提案てバロレ1か8か16か試してみようかい。どうにも私は感情の数が少ないらしい。勘兵衛さんの城、俺らの手で守るとする。これくらい打ちのめされた方が調整らしいぜ。なんてこった、貴重な働き手がよ。なぜ知った、あ、勘兵衛さんじゃあるべえし。掛け軸が欲しいな。ぼっかけでもさらっ。おい見たか、この威力。勘兵衛さん、こっちが決まってるぞ。あれ、打ち込む方角を間違えたか。勘兵衛さん、あの先に白きもやの向こうに置き忘れたあの記憶、それも一つの宝だったのかもしれない。絶対を進めよう。私の手間が省けて助かる。確かにこんなとこには女神さんがいねえ。よし、今は月を溜め込むんだ。さて、そまず琵琶法師もこぞって歌に従うだろうな。名乗りは結構だ。すぐに忘れるだろうからね。誰一人として遅れるなかれ、出撃。そう来る、そう来るのか。誰だかい、泥水くらい出してやるさ。宿りになど積み取られて叱るべきものだ。あんたよりちくれ相手のが険しいけどな。そうら、それは小生の設計だからな。作業精度は抜群だ。何事、巨大なモグラが現れる。いや結構、狛犬よりはよほど優秀だ。地面が揺れる、この世が崩れる。兵の音色を響かせたまえ。無垢な配慮は過ちだ。なぜそれに気づかない。珠玉の調べだ。たまに全部面倒になるんだよな。穴蔵生活長かったからな。
こそ人だ。みんな、こっからが勝負だ。気合い入れるぞ。元気と野望だけが小生らの取り柄でね。官兵衛さんの根城を渡すわけにゃな。あす口聞いても怒らねえ。あの人は気さくでね。虚しいな。目をそらさないでくれないか。邪魔するなと言わんが、せめて察してくれ。おいおい、切り込みしている暇か。切り込みよ。合戦承知の助。まさしく知らないのか。まだか。まだ鬼でも興じてみるか。私が黒番だ。ふん、うん、なもんなあれっこさ。戦なら今度にしてくれないか。北条殿と魚釣りに行くんだ。しょうがねえだろ、俺らの土地なもんだよ。私の記憶は長く持たないのだ。あいにくだがね。私の目を見て戦わないからこうなるのだよ。いい女にはそうそう手が届かないもんさね。鬼であるからこそ人だ。人とはそれでいい。おじさんたちが優しいうちにやめとけ。敵さん増えたら逃げるしかないだろう。しくせえ、官兵衛さんをいじめて何が楽しい。下げすむことをためらうのか。愚の骨頂だ。小綺麗なやつ、目にもの見せてよ。はい、あいつを生き埋めにする準備だ。あの目、どこを見据えておられるのか我にも分からぬ。宝を持たぬ者に生きる価値などないよ。Kは表情豊かだな。もっとよく見せてくれ。無事助かるという期待は今のうちに捨てたまえ。刀を抜けばどちらかが死ぬ。それだけだ。あれや、まいったな、こりゃ予想通りの展開だよ。いや、本当に。さて、ほらよ、うまい黒金を食らうこったな。官兵衛さん、鉄球がこっちに来たぞ。そういや、
お前さんたちがいたことを忘れてたな。ああそうさ、調整はいつもこんなもんさ。月の星をつかめないのも全てはきっとこいつのせいだ。こうなりゃお前さんに八つ当たりだ。運が悪かったな、調整よりも。お前さんのおかげでせっかくの城がボロボロだ。いや、お前さんのせいだよ。見たまえ。兵によく似た男を知っているよ。明るき者からくじかれが、なんせとは無情だな。運が悪いか。まあまあ、いつも通りか。そろそろ明けの官兵衛とでも呼ばれる頃か。無量無量どってことはね、乗ることくらい。昨夜Kが倒れる夢を見たよ。おそらく正夢だ。掘り進め。天下をその手に掴むまで。剣にとっては無限のか何かかもしれないな。剣の音色を響かせたまえ。勘兵衛さん、早く逃げろってんだ。欲の調べだ。最近は突っ込むのもいける口でね。どうにも私は感情の数が少ないらしい。なぜ？はじめ、いびつであるからこそ人で、人とはそれでいい。ブンマーじゃいいってもんでもあるかもな。広くありふれている。くそ、せめてこれを外してから。何を奪い何を得ようとも私が満たされることなどない。まあ分かりきっていたことだ。どうなっている？なぜこうも見当たらない？こいつはいい。あれを試すにはおあつらい向きの相手だぜ。
ようこそ。ここが鬼の隠れ家、秘密の砦だ。さて、腰を抜かして見せやがれ。兄貴、求めるとしよう。それが私の本質。さて、新兵器暁丸よ。まあ現在制作中だがな。兄貴、こいつを出すのはまだ早いっす。この手のものはさしたる役にも立たないな。見たまえ、加熱だ。さあ、金をかけた新兵器がここなりゃ。やるぞ、完成版はまだか。悪いが、ここは俺のお気に入りでね。上層壁軍の趣味が満載だぜ。の中どんぶらこっことしゃれ込むか。見たまえ、加熱だ。さあ、いびつであるからこそ人だ。いらないな。人とはそれでいい。身にもかからねえ小物のくせによ。立ち足から浮き足、引くしかねえか。その門は珍しいな。一応預かっておこうか。アゼルトリオ、見たまえ。掛け軸が欲しいな。骨格でもさらってくるか。宝を持たぬ者に生きる価値などないよ。涙、そんなもんとっくに枯れちまったら、もたもたしてと残らず食われちまうぜ。はい。私が嫌いかね。気があったな。あんたは知らねえな、鬼の手の優しさを。気合って名の船はまだ沈んでねえぜ。刀を抜けばどちらかは死ぬ、それだけだ。申し訳がなんだ。仲間は絶対見捨てねえ。ワニですら真っ向勝負で仕留める俺らよ。やりよし、いやよし、かかれ。いい具合だ。その炎、我らにとっての道しるべであります。宿りなど摘み取られて叱るべきものだ。逃げ惑うだけか。月並みなものだ。加熱だ。
周囲か。まったく同じ人とも思えぬことだ。あんた肝試しにでも来たのかい。やるぞ。戦に夢中でお宝を見逃すなよ兄貴。やるぞ。好きなだけ暴れぞ。俺が許す兄貴。さて、欲界の位置を知っているかね。すぐ止めるぞ。あんた船るか。俺は仲良いだ。わからないな。勝ち目がないのは瞭然だろう。丘でも海でも俺らの港は守りきる。さてどうやってくれるだろう。だがこちとら準備は万端でね。さて一人で舞うのは退屈だと。桂も来たまえ。いっそ門自体をからくり兵器にしまうか。さて茶をたしなむ余裕はありそうだが。さっきのは小手調べだ。本当の暁丸を穴に焼き付けやがれ。ここで折れたら先はない。見たまえ。加熱だ。見たまえ。加熱だ。加熱。見たまえ。貴様には分かるまい、この方の魅力を。見たまえ、加熱だ。見たまえ、加熱だ。我らは一変、誰の大軍の一員なり。なくしたもんは戻りやしねえ。分かりきっていたことだったか。あんたが鬼の罪をさらってくれるのかい？やってみな！嵐のように俺の後悔を連れ去ってくれ！西白虎の角より迷い入れたるは男あり！見えるよ、兵に迫り来る絶望の影が。兵から生じるものは下心を吐き出しな。全て踏みにじってやるぜ。掛け軸が欲しいな。骨格でもさらってくるか。兵の音色を
響かせたまえ。俺は変わらねえ。無駄なあがきであってもだ。やめろ。これ以上兄貴を苦しめるな。偽らぬ善か、あるならば見てみたいものだ。甘く風に起きろ。風を舐め切ったのがあんたらの敗因だ。俺は走るぜ。何がいいぜ。寄せては返し、嘘をつかねえ。白きもやの向こうに置き忘れたあの記憶、それも一つの宝だったのかもしれないな。すまなかったと。今さら謝っても遅いよな。何を奪い何を得ようとも、私が満たされることなどない。まあ分かりきっていたことだ。ここに最後の望みをかけるとしよう。最終決戦。おまはんもこの妖精に疲ればよか。ここは老いの海。さあ老いが見つかるかの。ここは異能神。しかしどこに隠れた。わかった、死んだふりすればいいんだ。ああすまないな、まるで聞いてもいなかった。無事助かるという期待は今のうちに捨てた。一手ご指南お頼みします。さて宝か悪太か、兵の中身に尋ねるとしよう。一刀にて弾き飛ばせば済む話ね。まばゆき一筋の光だ。おめえ分かってても止まりやせん。それが次元よ。こりゃかなわん。
妖戦へと逃げ込んだか。これが島津の真骨頂じゃ。探ってみせい。秘伝、拙者の剣を受けられるほどの鍛錬を。呼んだこと、何も信じてくれねえよ。残念じゃが、島津の妙はこっからねえだ。松永様のするところ、なくなりはしない。兵の音色を響かせたまえ。おお、おまはん、えらく鼻が利くとね。そこまで手加減してよ。こんなことなら、俺が身代わりに。俺にできるのは、とっておきの悪口言うくらいだぜ。あいつには息切れってもんがねえのか。温故知新、学ばれるべき古きとなれっかの。わからないが、勝ち目がないのは瞭然だろう。気配を隠すは島津の技よ。先回りせよ、陣を占拠するのだ。忘れるな、我が名、我が名は。人の道にしおりを挟むことなどできないのだ。下げすむことをためらうのか。愚の骨頂だ。見事な布陣だったな。骨が折れたよ。わしらはまだ本気出してないようだ。私が嫌いかね。気があったな。我が軍の策がまるで意味をなさぬなど。見たまえ、金すらいらないな。扉くらいで足は止めんちゅうことね。鬼島津の名を求め、今日も物々が集い夜。火薬の量が足りないかね。わがままなことだ。皆の者、ここは誰かに任せる。誰か、俺が壁になる。たまには格好をつけさせろ。島津の釣り直せ見せみ。
昨夜 K が倒れる夢を見たよ。おそらく正夢だ。奴の狙い、奴の動き、常人とは異なるもの。ここは集中戦闘、一つや二つ外しかねんど。怖くてたまらねえのに心が踊る。おげに楽しかも久しぶりじゃ。はよ来い、オマハンと戦いたか。私の記憶は長く持たないのだ。あいにくだろうね。島津の気骨、オマハンに伝わったかね。そんな構えで大丈夫ならば、いざ。貴殿と出会った。それが拙者の運命尽き。学ぶがよか、島津一流の伏兵術を。いざ勝負。貴殿と拙者の一騎打ちなり。地蔵を叩くよりは罪深いと思わないか。行きんしゃい、オマハンには役目がある。必ずや。おいの策をとことん調べてきたとね。オマハンの生涯をその一戦に乗せりゃよか。あんた様へ期待などしていなかった。逃げるのだけが上手くなってくぜ。いいか、俺たちは俺たちができることをやろう。突撃だ。大将に見せてやろうぜ。善を厭う理由、奇怪なことを聞くのだな。名乗りは結構だ。すぐに忘れるだろうからね。海いぞ進撃。こんなものか、怯えか。なるほど、私の持ちへの感情だ。321かかれ。勝負は時任せよ。転ぶ方ものにせんね。理解承知。どこを見据えておられるのか我々も分からないな。皆の者ひるむな。つけ込まれようぞ。俺の必殺技聞きやしねえ。獣よ、兵ほどの命がなぜ人に従う。松永様の望むものは我らも同じ。珠玉の調べだ。突撃だ。大将に見せてやろうぜ。いっそ九州のみで一つの国を名乗っか。焦るな。どうにも悪い。古き楔を打ち倒すは新しきへの旭日なり。さあ旭日昇天の者たちよ、オイバー倒し天を時代を駆け抜けるがよか。行けセイラン、オイの命は振りかざせ。未だ世に屈さずか。
手堅き宝もあったものだ。時の流れは見やる語り部となる気はなか。よるな、この方は時代の父なんだ。掛け軸が欲しいな。木格でもさらってくるか。瞬き一筋の光だ。オマハンら、逃げを打つなら今しかねえど。私が嫌いかね。気があったな。偽らぬ善か、あるならば見てみたいものだ。おはんの未来はおいの屍の先じゃ。何を奪い何を得ようとも私が満たされることなどない。まあ分かりきっていたことだ。物もなし。ならば別の時まで眠るのみだ。